うーんなんでなんだろうね分かんないよでもなんかツイッターでね言ったけど一回音が出ないって言ったけどまたもう一回やるって言ったから変な人みたいになっちゃったかもこんばんは。 あつよしちゃん、誰もありがとう、ありがとう。お疲れ、ありがとう、こんばんは。前髪また切った。そう、また切っちゃったのっす。 こんばんはくんしずきさん衣ありがとうジェイクさんハートありがとうマッツンさんかわいいありがとう今日のお洋服もかいいですねってありがとうございますこんばんは妹ちゃんとの写真もよかったよってありがとう今日はどこで勉強したので家,家で勉強しました 結局お家に帰ってやりましたねお家のパーティーあれはねコストコですあのメールにね書けなかったんですけどコストコって言うんですよみんな知ってる <laughs> みんなコストコって言うんだけど知ってますか <laughs> アルハムさんハートありがとうおかえりただいま <laughs> たら三0ありがとうす知ってるぞ本当かな今調べたんじゃないの本当に知ってるのかな本当に知ってるのみんな今調べたんでしょう本当に知ってるのとか言って最悪絶対知ってるよ 最悪ですねっていうのはネタですよみんなが知ってるってちゃんと分かってるからね知ってるけど行ったことないでもね行ったことない人もそうサラもねあんまり行ったことないよさすがにみんな知ってるやろ 侮ったなルディエカさんハートありがとう税金申告もれあそうなん <laughs> とにかくでかいそうとにかくでかいんよ目がんパツになってるうん パッツンにしたんですけど変ですか？パッツンっていうかオン眉にしました。前もパッツンだったんですけど。もっと短くしました。なんかどんどん短くしたくなっちゃうんですよ。ジュアラートビましたか。かえ、ジュアラートなってたの知らなかった。ビビってな。わかんなかったです。 こんばんばはカルマンさんハートありがとう、うん、パッツンいいねってありがとうお前かわいいよんってありがとうより賢く見えだから賢くないって賢くないってあの図書館行ってあの5分で帰れるタイプの人間ですねこんばんはうん これを置いて傘をね合わせたいちょっとリオツに行きます見てますかこんばんはこんばんは <laughs> えっ図間で5分何できるの何もできなかった <laughs> なんか集中力が出なくて集中できなくて何か本借りたりええー、しないかなしない本読むの読むの好きだけどあんまり得意じゃなくて時間がかかるので めっちゃ時間がある時だけ読んでる JKT に締めばまだ見てない <laughs> そうそうそう5分っていうのは席を探してそれであれするだけです座,る座ったら思う終わりです 図書館から出て東横東横行ってないか心配です <laughs> 広島やないか今このう家がサラちゃんカフェとかマックの方がそうなんよカフェとかマックの方が勉強しやすいなんか借りて帰って帰って,帰ってない周りからの視線があるところのがサラちゃんはなんか周りからの視線があるところだったんですよ図書館がなんかサラしかティーンエイジャーがいなかったので めっちゃなんか師匠さんみたいな人がめっちゃ見てたんですよこっちをだからなんか視線があるからちょっと逃げました図書館とかはじゃないスターバックスとかはみんなおのおのが自分のことに夢中だからそっちの方が良き何の勉強したの英語の勉強だよ でも本当になんかもう勉強とか向いてないしなんか何も向いてない <laughs> なんかもう本当に何もできない何もできないんです何もできない <laughs> 図書館で勉強がかかるってことえよね本当にわかるんだけど本当にそうよ はかどっ試たたしがないこんばんは短パンですかえうん短パンですねうん,うん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 都会の乗り換えも慣れた6月の正午僕が行くんじゃないかって 思ってしまっている結婚したいなって思ってたんだみんな結婚したいですかみんな結婚したいですかあと一年で変わってたんだ愛鍵を開けても君はいなかったトップのギターがまとまり手紙が置いてあった広島暖かいのって うん、今まあでも暖房つけてないなんかもうサル暖房とかあのちょっとケチだからあんまりつけなくていい夫婦の日らしあそうなのそういうこといやサラは今歌詞に今歌ってた歌の歌詞に「結婚したいなって思ってたんだ」っていう歌詞があったからパッて思いついたんですよいや年齢は関係ないよ何歳からでもできるよ シミサラに言われたら3日間考えますって <laughs> サラとは結婚しない方がいいよみんな本当何もできないからね <laughs> かっこバツイチやばいかっこバツイチ公表するのでも全然ね何回でも結婚できるししようとをしたくないって思ったら しなくていいでもサラは結婚はちょっとあんまり結婚に願望があんまりないですね結婚よりアイドルさんを応援したいえ本当にそう結婚よりも女の子のアイドルを応援したいもうしなくていい,い,いよねサラがいるからいいよねサラちゃんはお男女どっちと結婚したい,いやえっ、ー、と女の子 女の子がサラは将来は大人になったら森かすみさんと結婚するのでそこんところはよろしくお願いしますみんなもあの理解してくれると嬉しいしめさらさんってりえちりえちじゃんもう変なことしか言ってないからさもう恥ずかしいよりえちめっちゃ話したいことあるよいっぱいえ聞いてほしいねえ聞いて 聞いていてほしあのねあのさラの今の人間関係の悩みがあって学校のそれをもうリーチに話したいんです見てくれてたの嬉しい「シミサラとユニバ行ってトラウマ再現したいですやめてくださいも自分は金髪美女と結婚したいえ金髪美女わかるかも後輩に話したい えなんかリエちなんは友達って感じなんですよめっちゃもう優しくてサラの友達に似てるんですよめっちゃなんかえもう先輩とか後輩とか関係ないよなんかもうねリエちはめっちゃサラもあのずっと辞めてからも STU 卒業してからもずっと仲良くしてほしいもう何 <laughs> 森かすみさんとの結婚式に呼びたいです <laughs> もう <laughs> ことしか言ってないからドン引きされてます絶対遊びに行きたいですえ嬉しいよ遊びに行こう絶対絶対行こう絶対に行きたいです私もいやもう本当にお願いじゃけもう敬語やめてやほんまにため口で話したいよお願いじゃけんほんまに頼むで李さん これもありがえっちょっと待ってュ央ちに見せたいのあるんよちょっと待ってとってえディ央ち絶対まだ見とってねえそうなんかねファンの方からさ聞いたんかもしれんけどさ なんかこのやりたいことリストを作ってるんですよたらこうやって日常でここにチェックを入れていくみたいなそうそうここでこの1ページ目のところに1ページ目のところに「デーッとお出かけ」って書いたんですよ <laughs> やりたいことリストに書いたんですだから「絶対叶えたいです <laughs>」 今急いいで書いた違うよ違う今急いで書いたわけないやん。そんなわけないやん。サラちゃん美少女好きだからねって、そうだよ。すぐ行かい、すぐ行かない、そうやんって。え、そうえないたい。何その可愛いがんば。え、書いたよ、ここに。例えば、他には。 えと一番最初はやりたいことリストを100個埋めること2個目はマックのフラッペ期間限定のフラッペを読むこととかあとはバーベキューに行くとかイルミネーションに行くとかいっぱいあるんですよその中に「リエッジと出かけ」って書いたでもまだね1ページしか書いてなくてここでストップしてるんですよここ,ここで2ページ目に進めてないんです ルディエカさんドライブドライブじゃないルディエカさん衣ありがとうえへへ実は全メンバーの名前が書いてあるとか書いてないって書いてないわすぐかなうやろってかなうかなかなうたん

いけちゃんは。いけちゃんも単押しだよ。そりゃそうよ、いけちゃんも単押しだよ。<laughs> ビビリ子さん、可愛い,い、ありがとう。リーチ逃げてって、え、ゆいりに誘われたらどうする。え、ゆいりさんですか。い <laughs> <行>く。<laughs> ゆいりーさんにラインしたんです最近ああゆいりーさんにラインしたんですよそうゆいりさん白熊ありがとう内容は内緒もも <laughs> ちゃんは何ですかももちゃんはえっと恋人です単に推しが多いの単押しそう単に推しが多いの単押しりゅうち静かになったもう絶対おらんでしょ ちほさんはなんか「アドマイヤー」って感じ「アドマイヤー」って「いけちゃんも遊びに行きたい」って誘っても意外と言ってくれないって口もだから違うのなんか違うそれは本当に理由があるあの1回目はお金が2回目はお金がなくて1回目はもうその時が。 なんかもう、苗の、な、苗の前兆だったんです。なんか、池とか関係なく、もう、さら、なえてる期間があるんですよ。本当に。一年に一回ぐらい、なえてる期間があって。まあ、ずっとなえてるんですけど。その時だった。リィエカさん、ハートありがとう。そんなに気持ちが落ちる。え、うん、なんか、もう、毎日、普通に。そんなテンション高くないんだけど、正直。でも。 あのそれより下になったらもうもっとくなる典型的な DD の言うけでしょそんなことないからね清水アレにとってファンは何ですかファンはファンはえっ、ー、と旦那さんかななえなのいや本当にマジでなえなのなんですよもうなえなのなんですよとか言ってなんかもうなえ,なえなのなえた不可思議無料体質 ルジェイカさん衣ありがとう両極性あ双極性双極性かと思ったけどちょっと違ったちょっとそれは本当に違ったんですよ双極性かと思ったけど違ったこの前の配信のダウンアサーちゃん見ていちごち,ちまあ、あれは毎日なんで気にすることないなんくるないさって言っといてください 大丈夫です。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。リエチは絶対もう消えました。絶対もう私の配信を見ていません。男の子につけたい名前はありますかえっ、ー、とえっ、ー、とりつ。りつくんってかっこいいじゃん名前。まるひろさんハートありがとう。 くんっていうなんか「リする」っていう大方位律量の律一文字で律逆が気になって仕方たない絶対見えてないでしょビビリコさん衣ありがとう今日何食べたってえー、っとあ今日は友達と一緒にあのお昼に なんか焼きそばパーティーをしました。みんなで。また乗せようと思います。なゆたか不可思議違うよ。一十百千万億超経が。豪華車。あ、あ、葬儀みたいな、わかんない。見えないのつらい。 バメで送るね焼きそばの具は「じょジョジョ,ジョーこうん」うんだっけ旦那さんとの子供の名前で食い違ったら譲りますかうんだって何でもいいもん「精いさネごく」「た不可思議無料体数だけわかるよ」それ以外は知らないかな全く <laughs> 正直全部知らないかなこんばんは でも3.14の続きはいっぱい言われるよ3.14159265358979323236んだっけまた忘れちゃったこっちも覚えてないわ3.1415926535897932323もっと覚えたいもっと昔はもっと言ってたんですけどね今日も可愛いいねありがとう みちさんには負けるよ焼きそばさんハートありがとうこられた受験も受験もごほうびのちょい全然全然全然もう美味しいパスタ作ったお前で許して美味しいパスタ作ったお前美味しいパスタ作ったお前なんかさ美味しいパスタ作ったお前がさ の全部さ「おいしいパスタ作ったお前」になる歌あるじゃんなんか無限「おいしいパスタ作ったお前」バージョンさらあっちの歌しか知らないんだよね「おいしいパスタ」あの純恋歌じゃなくて「替え歌」の方指原里奈さんに会ったことがありますかノーノー美味おいしいパスタ作ったお前 ルディエカさんハートありがとうさっしー21日誕生日だったねってうんジェイクさん衣ありがとうルディエカさんだるまありがとうこんばんはもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対いいじゃんそれ何やんて思いますかえなんか恋とかほん当になくて本当にしたことなくて本当に分かんないんですよ ルリエカさんだるまありがとう。十二月福岡お話し会楽しみです。えー、ありがとう、かっせさん。楽しみです。楽しみとね。楽しみが増えたよ。こんばんは。こんばんは。さやの写真集、え、見た、見てない。え、なんか恋してるんだけど、なんか。あの森かすみさん。 めっちゃ好きで、森久美さんとあ猿のしあの視点の聞きますか視点の森久美さんとあのちゃんとあの松村さゆりさんと鈴木愛理さんこれ猿の視点のなんで小学生の時から好きなんでそう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 ,そう福岡会じゃ海沿いだから防寒しかりめえありがとうございます。 テレトアナウンサーだったら森さんあそう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 ,そう,そう,そう森さんって28歳でしょ28歳だなんかな分かんない、ね、年齢はよく分かんない小学生の頃は支配男子に恋しなかったえっしなかったよ全然マモロンさん10ありがとうそう恋してるサイリンゴ好きなのえ好きだよめっちゃ好きだよそれあと川崎さくらちゃんめっちゃ好きです サヨリンゴめっちゃ好きゆいりんごめっちゃ好きわかんないみんなのさどっちのりんごどっちのりんごも好きなんか結婚したいかも普通に結婚したいかもしれない <laughs> 結婚したいかも好みべるべるうん統一されてないかも 普通に結婚したいかもしれない。ちょっと。好きと声は違うのかな。一緒やで。隠れる友達いますかサツキいかちゃん友達です。あと、え、JKT のフレアちゃんっても友達です。カツくん、テくん、ジュありがとう。 シャルちゃん結婚しても他の人好きになりそうじゃんまあねまあそうなんだよねえっかる森ひなみちゃん可愛い,いよねえあとさらなえなのさんも好きとだしあの森ひなみさんも好きだしあのえなこさんも好きだし村重杏奈さんも好きなんかあとあの清水愛理さんめっちゃ好きよめっちゃ可愛い,いじゃん清水愛理さん可愛くない めっちゃ可愛いって思うよ。NMB のあいかちゃんうん。幽体離脱してみたい。あ、もうしたい。もう入隊離脱したいさから。DD すぎる。だいぶタイプ違うんです共通気をつてあるの。ないね、ない。ないけど。え、清水愛理さんめっちゃ可愛くない森ひなみちゃんの笑顔可愛い。可愛い可愛いめっちゃ可愛い。田中よく、そうそう、なんか、そう。 指出し先生田中っていうさテストがテストを間違えてるところをいじるみたいな番組があるんですけどその番組に出てくる女の子なんですよその子たちそれ好きなんですよさフジテレビのそう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 めっちゃ好きで。 あの,ちゃんあのちゃんは四天王なんよ四天王皿の中の四天王なんだって言ったじゃん「こんばんはんこそばんうここんばんはんこそばんブうディービルダーの横川くん」とか出てるやつえそう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 でもやっぱ女の子が可愛いかな あのちゃんメタに見てるからその人たちは,かるエザラも最初はあのちゃんメーターで見たんですけどみんなかわいいなって思うようになってみんな好きだよルディエカさんだるまありがとうウォニョンちゃん好きですってウォニョンちゃんかわいいよねそうなんかテストの回答の間違えてるところをいじっていくみたいなやつの番組 めっちゃなんか明るい。明るいけど、明るくてめっちゃ、あれ、明るいし、元気になれるよ。なんか、普通に内容を理解してなくても、もうつけとくだけで、もう全部番組自体の色が明るいので、元気になる。しぎさんの回答とかやばくないえなんかそうかな普通に面白くないめっちゃ。まあ、やばいっていう、ね、いろいろある。 え、たまに武藤友さんえ出てる？出てる出てる,出てる。よ、う、し、ん、四天王がえっと4グループぐらいあります。<laughs> 四天王が4グループあります。こんばんは。今日何食べた？今日は豚肉食べました。なんか牛肉より豚肉が好きです。一番好きです。あてかこの洋服もサラピからもらったやつなんです。 うん、千葉えりちゃんそう出てる焼きそばじゃないのあ焼きそばも食べたよ夜に豚肉を食べたよさらちゃんあの番組に出たら優等生でしょっていやそれわかんないよ問題あのなんか「問題ですこの漢字はなんて読むでしょう」みたいなあれわかんないもんさらだから絶対「Do you want to go to Indonesia?」 Yes, of course. 今日何食べた今日はえ今日は焼きそばと豚肉英語で話す問題とか完璧だよえでもさ殺虫剤はどこですかみたいな分かんないよそんなのって思わない殺虫剤はななんかあったんだよね殺虫剤はどこですかみたいなむかずかしいの結構で、そうだから分かんない なんかね。最近はなんかナイナのさん好きなんですよ。で、ダイナのさん、なんかナイナのさんも生で見たことあるんよ。さらなんかもう。本当にその日1日4回ぐらいすれ違ったんよ。でもその時は今ほどめっちゃめっちゃさ。今はもうめっちゃ毎日ナイナのさんの youtube 見てるんだけど、そういう感じじゃなかったからあの感動がね。今あったらもっと絶対。その時より感動してる。 シミサラが本通りで座ってるときイチゴちゃんがめちゃシミサラさんに似た人いるって通り過ぎたとかそうって言ってたの本通りでは座ってないよ映画の受付で字幕とかあったえあったっけあった気がするスケモンさんバラありがとう <laughs> <laughs> なんかねなえなのさん可愛くないかわいいよねだからやっぱ結婚するわななのさんと決めた決めたからねもう決めたよ USJ ってこともあったねにあっと言ってたまあね結婚相手今ちょっとどうやって会おうか会おうかあの結ばれようか悩んでるからまだ 相手は私のことを知らないからねうん森かすみさんの立場森かすみさんはもちろん好き森かすみさんはもちろん好きよ <laughs> 森かすみさん好きよもちろんあとさらあのちゃんとも結婚するからなんで結婚なし分かんないなんか結婚するからね 一切多彩性を取るからじゃそうそうそうあのなんかどっかの国行くどっかの海外の国行って何人も結婚できるみたいな <laughs> もうわけわかんないからもうもういいよみんな意味わかんないからこの配信意味わかんないからほんとごめんね山勝ゃん結婚して <laughs> ありがとう <laughs> そう結婚するんだやっぱそう結婚するからみんなよろしくね道幸さん10ありがとう10いっぱいありがとう何歳で結婚がでそうなのえー、っといや今年やっぱ今年は森かすみさんと結婚する <laughs> もう意味わかんないけど でも結婚なんかプランの中にあんまりなんかない,なないっていうか住める自信がな,ないなんか申し訳ない迷惑かけまくる自信しかなくてだからプランの中にないんですよそれが今年はあって来年はるよ来年はなえな,なのなえなのさんかな すごい！大きい人なんですね。そうそうなんよね。そういうことも。としさんハートありがとう。じゃあちょっとそろそろランキング読みたいと思います。13位アルハムさん12位セトのせいじさん11位マッツンさん10位ミートさん9位きよしさん8位ボブさん7位タイムファイヤーさん6位ビビリこさん。 5位、本間さん。4位、やつよさん。3位、ひさん。2位、あきさん。1位、ルディアカさん。Thank you! ありがとうございました。もう意味わかんないことしか言ってないから、ほんとごめんなさい。もう、頭から消していいです。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。